今ご紹介預かりました梅津と申します。よろしくお願いいたします。部屋から一歩も出ない技術ということでですね、アフィリエイトということでお話をいただいたんですけれども、現実にはですね出た方がまあいいのかなという部分はあるんですが、実際に、後でちょっと紹介するんですけど、私もどうしても家で仕事がしたかったっていう理由があってですね、それでアフィリエイトを始めて、そのままの流れで起業してという形になっていますので、私のお仲間というか一緒にアフィリエイト頑張っているような仲間の人たちも同様にですねやっているので、実現できる非常に実現の可能性の高いビジネスなのかなというふうに思っております。で今日は初級編ということで、簡単にお話をさせていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。では早速入っていきたいと思います。で今日の、大体の流れで、このような感じになっています。でアフィリエイトの全体というか、人口みたいなところで、どれぐらいの人がアフィリエイトに取り組まれているかとかいうぐらいのお話から始まって、法人化であるとか、収益のお話ですねさせていただき、それからアフィリエイトの種類どんなのがあるか、どんなことがやれるのかというところと、実際にうちでやっているようなものをお見せしながらですね、こんな形でやっていけばそれほど難しくなくいけるんじゃないかなというようなものをお話しさせていただこうと思っております。で、始まる前にですね簡単に自己紹介をさせていただこうかなと思っています。で私は、子供が人生のすべてということで今37歳です。ちょっと髪の毛ないんで実年齢とピタリと当てていただいたことはないんですが、37歳でですね、子供が今3人、おります。でサラリーマン、をやっていた時にですね育児休業というのを、育児休業制度というのが日本であるんですけれども、これはサラリーマンというか会社勤めの人が、男性でも女性でも1年間は取得できる権利なんですけれども、これをですね取りたかったというのもあって、奥さんもですね育児大変だったのもあるし、私も子育てに関わりたかったというのもあってこれを取りましたと。でその時にやっぱりすごい子どもの成長を横で見てられるというのは非常にいいことだなと思って、そこからですねもう真剣にどうやったら所得を落とさないで家にいて子供と遊びながらというか、時間を作って、こう生きていくために金を稼げるかみたいなことを考えるようになって、出会っていったのがアフィリエイトという形になるので、今日のですね部屋から一歩も出ないっていうところでいくと、この辺実際に私も実現してきたところなので、実現可能かなということでお話を、させていただく次第です。でアフィリエイトで名刺を食おうということを決めて、最初は、個人事業主としてスタートしましたけれども、報酬が徐々に上がっていって、法人化という形を取って、今もなおアフィリエイトを事業の一つの柱としてやっているような感じになっています。で、ちょっと数字書きましたけれども、現実には、うちの会社が特にアフィリエイト業界ですごいかというと案外そうでもなくてですね、うちの会社よりもはるかに稼いでらっしゃる会社さんというのは、たくさんありますので、なんでしょう、ここで僕が話して機会いただきましたけれども、もっとすごい会社いっぱいあるよと。でそういう方々も本当に個人で、スタートされてすごく規模の少ない人数でされている会社さんってすごくたくさんあるので、私もそういう会社に追いつけるように、今頑張っているという形です。で、ご縁あってですねアフィリエイトで、法人設立というところまで来たわけなんですけれども、その間にですね非常に、多くの志一緒というか、仲間と言えるようなメンバーもいましたし、あとですねASP というアフィリエイトサービスプロバイダーという、代理店という立場になるんですけれども、そういった方々のですね、非常に大きな支援があってここまで来れたと思っていますね。そういった方々と、うまくこうつなぐような情報共有のできるような、サービスということで、今運営していて、こちらも今事業としてやっているんですけれども、こういったこともあってですね今回お話をいただいたというような感じになっております。一応私こんな感じの人間ですと。